やられてても聞いてませんみたいな顔して、堂々と構えます。堂々とする顔を撮ってください。ちょっと堂々と蹴られてても違うし、違う彩香です。今日もゲストに来てもらってまーす。お願いしまーす。キラキラ。おっす、ゆうのすけです。はい。お、いいじゃん。真似しちゃいました。真似して。はい。今日は、あのね、なんか、女子選手とかで、こう、チュン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 ってやってきたりとか、まあ、海外の選手とか、もう、蹴り結構多彩じゃん。そうですね。で、蹴りやられた時に、対応、できなかったりとか、こう、なんかこう、あみたいな、はい、なっちゃうと、それに惑わされて、なんか変なポイント取られちゃったりとかするし、あとは、蹴り上げてるのに、なんか、こう、ちょっと前に行っちゃって、バーンって蹴られたりとか、海外私が出てた時にあって、はい、そう、それを対処法なんかないかなって思って、はい、ちょっと、じゃあ私が蹴りしてみる。蹴りいい？この時にどういう対応するかっていうのをちょっと教えてもらいたいから、いい？まずこう構えてます。はい、構えてます。始まりました、試合が。そして相手が来ようとしたところを、こういうもうずっと足上げてる人いるじゃん、はい、どうする？やめちゃってんじゃん。いけます。いや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 い
じゃん。それダメじゃん。確かに。確かに。ってなるじゃん。で、前に来た。じゃあ、これで前に来てみて。前に来たとしても、やられるじゃん。そう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 。でしょ？ってなると、どうすればいいの？まあ、点を取られるよりかは、取られない方がいいじゃないですか。うん。ってことは、突っ込むより、うん、ここでとか安全じゃないですか。そうだね。で、3分、まあ、小学生で1分半。うんうんうん。1分半ならずっとこうやって足上げてる子絶対いないから。なるほどね。こんな1本ずっとこうやってやってもいいじゃないですか。うん。で、動いてやってました。うんうんうん。そしたら絶対ずっと上げられるから、確かに。この瞬間を狙う、っていう方が、うん、いいですよね。安全。何かしないと思ったらこうやってこうぐちゃぐちゃになって、うん、こうガード下がっていって蹴られる。はい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 。じゃあ無理しないっていうことが一番な。失点しないことなんだよ。うん、1分半で3点取られたらね、やばいね。もうもう戦略としてはもうそういう相手に対しては基本的にはこう無理にいかない。そうで様子こう見て、はい、相手が下ろす瞬間を狙う。そうですね。あとは堂々とするんです。なんか堂々とすると、なんかそれにこう、やばい、どうしよう、どうしようみたいな顔見てたら、うん、はい、こう、調子乗って、こう、なるほどね。で、やられてても、聞いてませんみたいな顔して、堂々と構え。堂々とする顔を撮ってください、ちょっと。堂々と。蹴られてても、こう、堂々とする。堂々とする。オッケー。大丈夫です。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。あ、堂々とする顔で、しっかり見とく。はい。オッケー。下ろした後って相手もこう準備してたりする。下ろしてわざと下ろして押させてこう出してこようとか狙ってくるから、うん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 、そこで技を出しに行くってよりも下ろした瞬間にこの一歩詰めるっていう。へー。そしたら今多分9つになってると思うんですよね、うんうんうん、そしたら絶対後ろにちょっとだけ下がるするじゃないですか、うん、そしたら次は距離が詰まって切りづらくなってくるっていう。なるほどね。距離をちょびっとずつ下げていって、なるほど、相手がちょっと嫌がるような、そしたら距離も怖くなくなってくる。なるほどね。だから思いっきり勢いよくガッて攻めるんじゃなくて、ちょっとずつちょっとずつちょっとずつ。これが難しい、私できなかったやつこれだけどこれができれば自分の試合をちゃんとコントロール、うん、そうですね、できるよね。試合を支配するっていうんですか。うんうんうん。だから、やっぱりこう、どうしても相手のペースになっちゃう。で、人は、こう距離が相手の距離になってたりとか、自分からもう無理やり詰めたりとかして、相手にわざと触れて、あ、どうしよう、うん、ってなってるから、
やっぱコントロールできなくなっちゃう。だから自分の、試合をしっかり支配するために相手が何かするときにちょっと詰めたりとか。そうですね。なん細かいよね。細かいですね。なんかね。そうそうそう。なんかまあ距離とかもさ、細かいじゃん。ここだったら取れないかったりもしてさ、ここだったら取れたりもするじゃん。超微調整しないといけないっていうところがめちゃめちゃ難しいんだよね。なのでそれはもう絶対反復だからね、はい、絶対反復だし、経験、うん、いっぱい試合することも大事だし、いろんな人とやることっていうのが大事なので、まあ、組手に関してはね、いろんな相手とやってみて、まあ男性でも女性でもいいと思う。そうね。あと蹴り、なんか、まあ、私がやってたのは前足で蹴ってもらっていい？そうそう、こうやって蹴られてて、ああ嫌だなと思ったらまっすぐ入らずに、まあ少し横にずれて手ここに置いといて、こっちで裏回しとか、はい、だったら入っても入らなくてもなんかちょっとこうアクションになるかなと思って。確かに確かに。そう、それは一回使ったことがあって、まあ、それくらいかな。あまあまだ方法はあると思うけど。確かにそうですね。そう。あの同じ構えやったら。だったら。はい。こうやって上げられてたら。うん。俺おお。なるほど。あ、いいねそれ。いいじゃんいいじゃん。ちょん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 。入れられて入れないから。うん。おお。なんかさ、まだ始まったばっかりだったらいいけどさ、自分が点数取られててとか、はい、だとやっぱ取りに行かないといけないから、うん、そういう場合はじゃあ前足を内側に入れてこう回して、うん、前足を軸にして回して、うん、外からこうやって回した方が遠いから、うん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 、遠くて蹴れない、うん、からこうやってここにこう足と足をこうくっつけるみたいな、はい、でそのまま後ろ。なるほど。ここから。そうですね。はい。これちょっとやってみて、みんな。かっこいいよ、これ。かっこいい技。ね、はい。かっこいい技。ちょっと試してみてください。なので、まあ、試合の状況によるね、うん。最初にそういうふうになったら、はい、別に無理していかなくてもいいけど、自分が取られてしまっていたら、こう、まあ、遠い距離でも入れる技、蹴りを決めておくっていうのは、大事かなって思います。はい。はい。こうやって蹴り上げてくる相手に対しての対応をしっかりしようっていう話でした。はい。はい、話でした。はい。今日もありがとうございました。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。インスタグラムも見てね。